メリークリスマス。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらのメリークリスマス無料10連ガチャですね、引いていきたいと思います。で、厳選25キャラのみ出現で、PSR1 枚確定というような形になってます。まあ、何が厳選なのかちょっとよくわかんないんですけど、もうすでにバナーキャラの3キャラがちょっと外れだからね、ちょっとどころじゃない外れだからね。まあ、25キャラの中にはね、アーサーとか、かなり使えるキャラクターもいるんで、まあ、本当に当たり外れの大きいガチャになってると思います。まあ、無料なんで本当に文句は言えませんけども。で、まあ、今回ね、あのクリスマスイブに、1人悲しくガチャを引く男になっているんですけれども、まあ、本当はねちょっとあの先週ラブプラスのコラボが来てたじゃないですか。でそれで、あ、俺ラブプラス全くやったことないなって思って、一応ですねラブプラスをネットで注文したんですけれども、ちょっとまだ届いてないですね。クリスマスイブ、クリスマスね、ちょっとラブプラスをやりたかったんですけれども、まだ商品が届いてない関係上、まあ一人で悲しくガチャを引いていきますかということで、やっていきたいと思います。一応厳選キャラ見てみる。出現イブキャラですね、サンタ水木ちゃんとかサンタおいちゃんとか、まあここら辺が出てきて、一応水着キャラもいますね。とあとは、まあ、アーサーがいて、闇野がいて、まあ先駆けくんもいたりということで、まあ、当たりもいれば通常の、碇守くんとかも入ってたり、もう本当に厳選25キャラのセレクトがよくわかんない。これ誰がセレクトしてんのっていう感じだけどね。もう悪意がありまくりでしょうということで、まあじゃあ引いていきましょう早速。あ、この後にあのクリスマスガチャの方、あのサンタ三田村くんとかが出てるやつ、あっちも引いていきます。でまずはこれ、とりあえず1枚だな。エミリちゃんか。俺エミリちゃんちなみにもうね PSR プラゴなんだよね。というわけできらめきが手に入りましたと。 あとね全部 PR 以上なんで、アーサーの PR OK。 あ、水着はちょっといらない。 PR は持ってないから、うん、アーサーだけだな収穫は。サイガももう PSR プラゴだからね。まあそんな感じでしたと。で、まあこっちはどうでもいいわけよ。問題はこっち、クリスマススペシャルガチャで、バナーキャラはクリスマスじゃなくてサンタキャラですね。サンタサナちゃんとか、まあサンタチとかサンタホムラちゃんとかで、新しくサンタ三田村くんが来てますということで、50連目でバナー PSR で、60連目になると、PSR 選択権が、もらえて、ここはもうバナーキャラ全部入ってますね。でやっぱり欲しいのはサンタサナちゃんですね。サンタサナちゃんは、まあ、経験点とかも高いし、金徳で街道のコツが手に入るんで、今だとねその二次徳の新街道を手に入れることができるので、まあ、サンタサナちゃん PSR、結構欲しいですね。結構というかかなり欲しいですね。で、ちょろっとアプリの方でも、サンタサナちゃんが来てるっていうのをあって、まあ、見てみたんですけど、アプリのサンタサナちゃんは強くない？普通にスタミナと精神が得意練習になってて、コントロール上限アップもついてるんで、もうなんかだいぶ違うキャラになってるんですけれども、まあちょっとねサクスペの方でも、まあ、使えるは使えるんで、サンタサナちゃんね、ちょっと引いていければと思います。ちなみに自分は今サンタサナちゃんが SR のプラゴですね。通常のサナちゃんはサンタサナちゃんにぶっこんじゃってたんで、もう手持ちはないです。まあそんなところで、10連目から引いていきましょう。ほい、まあ、最低でも PSR プラス3にはしたいよね。選択権で PSR の母体手に入れるとして、でプラゴ突っ込んで、あとどれだけここら辺でサンタサナちゃんが入るか。サンタチで、サンタチもね実は PSR 持ってるんですよね。あの 2017PSR なんだガチャ券みたいなのでなんか出てきた。でもサンタサナちゃん、まあ R だけどここで3枚か、まあ、とりあえずサンタサナちゃんが、まあ、R でもいいんで出てくれればそれはそれでいいです。でサンタ三田村くんってどうなの、まあ、どっちかっていうとサンタサナちゃんの方が欲しいんだけど。あ、出てきた。まあ一応出てきたんで、機会があれば使っていきましょう。普
通の R がよく出てくる。 PR、 これ R かじゃん、なんか SR、PR、R。 サンタサナちゃんは R が2つで30連目。ここが SR 選択権がついてきますと。あと SR もね一応確定してるんで、まあ内容自体はだからかなりいいガチャだとは思います。石がちゃんと確保できてれば。で結局クリスマスってさ、あとその年末とかお正月が近いからね、どこで引くかっていうのもなかなか悩みどころだよね。まあ俺はもうここで60連やっちゃうけど、まあ選択権これもサンタサナちゃん取れるんで、まあちょっと開放状況によってはサンタサナちゃん取っていきましょう。で40連目ですね。ここはバナーの SR が確定か。まあ結局バナーキャラがどれだけ手に入るか。2枚入ってる、最初と最後3たち。おー PR いいね。で今持っている手持ちの、あサンタサナちゃん来た。 SR プラゴが2本当に解放してくれると楽なんだよね。で50連目なんだっけ、あそうバナー PSR だ、ここお願いします。サンタサナちゃんが欲しい。ちなみにサンタ立川とサンタ穂村ちゃんも PSR あるんで、暗転したら三田村くん、暗転しなかったら暗転した。あれあいいのかいいのか、俺持ってないんだよ、これ持ってないの。あこれはいいな。で PSR 取るでしょ、あ結構いけそうだぞ。あとこれはサンタサナちゃん、やっとサンタサナちゃんいっぱい出てきたここ。よしよしよし、これはなかなかいいクリスマスイブだな。もう俺にはサンタサナちゃんがいる、もうそれだけで十分よ。リアルの人間はいいわ本当に。で60連目、ここが PSR 選択権ですね、ついてくるのでやりましょう。まあ普通のサンタ三田村くんも手に入ったんで、ここはよしとしましょう。また2枚、いいですね。アーサー OK、 サンタサナちゃん、ちょっとこれほんとどこまで持ってけるか。はい、というわけでちょっとサンタサナちゃん解放は結果だけお見せしていこうと思います。やっぱりちょっと解放画面見ていきますか。今はこんな感じ。 PSR 選択権もう使いました。で1枚でしょ、でさっき手に入れた PSR でしょ、で PR のプラゴがあって PR があって SR のプラゴがここにありますと、あとサンタサナちゃんが 1,2,3 枚。ちなみに通常の SR 選択権はまだ使ってないので、もう1体 SR を確保することができます。であと下の方を見てみると少しだけ普通のサナちゃんがいます。 PR のプラゴのサナちゃんと、あと SR のサナちゃんが1枚あるんで、この SR のサナちゃんはもう PSR に突っ込んじゃいましょう。これで解放してくれればマジでめちゃくちゃでかいんで、まあ、そんなわけで、こっちを母体にするか。こっちを母体にしてまず何すんの、まず何をすればいいんだか分かんない。とりあえずこの 30% が解放するかどうかちょっとやろう。これでロック外して 30% でしょ、ほい、お願いします。さあ俺に光を見せてくれ。ダメでしたと。じゃあ次はじゃあこの SR プラゴ、これを使っちゃおう。はい、解放しなかったから2解放してくれ。さあ信じてる。ダメだ、1だった。ってことはもう PSR ぶっ込むしかないんで、これロック解除するでしょ。でプラゴはちょっと作り出せなさそうだね。これでプラ2になって、あと残ってるやつを投入してプラス3、うまくいけばプラ4ってところか。でここプラゴがだから2つあるから、ちょっと1回 SR に行って、でこのプラゴはじゃあ2個突っ込んで
込んじゃいましょう。22でも4までしかいかないから無駄になることはない。3、まあまあまあ OK。 3でしょ。で一応これで4、5は出来上がるのか。 30% どうする。これ大丈夫博士号突っ込んじゃう。まあ、PR26 枚あるからやってみよう。とにかくこれで2解放してくれればめちゃくちゃでかい。5枚使うのか。まあいいや、使おう。使ってしまった。もう本当は佐伯さん用に取っといたんだけどね。ここはでも俺はサナちゃんに全てを託す。いや、サナちゃん可愛いよ、マジで。マジで。女神、サナ。女神、サナ頼む。この寂しい男に一筋の光明を。よっしゃじゃあこれでプラゴが出来上がったんで、出来上がったんでこれをじゃあぶっ込むと、まあ、ここで2解放してくれたのはでかかったけど、問題はこっちでも2解放してほしいんだよね。そんなわけでこのプラゴ頼む。この悲しい男にクリスマス一人でサナちゃんを解放してるこの哀れな子羊に。おお来たー。どうするどうする。ここに2枚、ここに2枚、あと SR 選択権がある。いや悩むな。追いガチャはちょっとさすがにもうまだ年末とお正月が控えてるからね。 30%30%30% でいくか。大丈夫な SR はさすがにね、もったいないからね。 30%30%30% か。いやゼロになるの、これもう本当に本当チキンなんで、ここでゼロになるのが本当怖いんですよね。ちょっと一旦今日の動画では本当に申し訳ないですけど、 PSR プラ4で、ここに SR が2枚ある状況で、あと選択権が1枚残ってるんで、ちょっとそれで一旦考えさせていただきます。ちょっとあの動画的には多分 30% ぶっ込んだ方が絵にはなると思うんですけど、ちょっとすいません、そこまでの勇気はないですということで、まあでもね、かなりいい結果にはなったと思いますので、だ最初のね 30% サナちゃんが解放してくれたら本当でかかったんだけどね。まあそこまでうまくはいきませんというのがパワプロです。まあそんなわけでね、皆さんも、ぜひ楽しいクリスマスを、お過ごしください。俺は一人で悲しく過ごします。さよなら。